リオデジャネイロ五輪でのオルジョフ・ルスタム・オルジョフは、アゼルバイジャンの柔道選手。ロシアのイルクーツク出身。階級は 73kg 級。身長 179cm。7歳の時にチェスを始めたが、合わなかったので8歳の時に柔道を始める。14歳の時に家族と共にアゼルバイジャンへ移った。2012年のグランプリバクー 73kg 級で優勝した。ロンドンオリンピックでは2回戦で、今大会優勝したロシアのマンスール・イサエフに谷落ちで敗れた。2013年にはグランドスラムバクーで優勝を飾った。2014年の世界選手権では準々決勝で日本の中谷力に敗れるなどして7位にとどまった。2015年に入るとグランプリトビリシ、グランプリサムスン、グランドスラムバクーと立て続けに優勝すると、ワールドマスターズでも3位になった。これにより、5月25日付の世界ランキングで1位になった。世界選手権には出場しなかった。2016年のヨーロッパ選手権では優勝した。リオデジャネイロオリンピックでは決勝まで進むも、大野将平に内股で技ありを取られた後、小内刈りで一本負けして銀メダルに終わった。2017年の世界選手権では準決勝で韓国の安政林に一本勝ちすると、決勝では橋本壮市と対戦して指導2でリードするも GS に入ってから体落ちで技ありを取られて2位にとどまった。2018年のグランドスラムデュッセルドルフでは決勝で大野に内股で敗れて2位だった。地元のバクーで開催された世界選手権では4回戦で敗れた。ワールドマスターズでは優勝した。2019年の世界選手権では準決勝で同僚のヒダヤト・ヘイダロフを技ありで破るが、決勝では大野と対戦するも内股で敗れて2位だった。2021年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準々決勝で大野に内股で技ありを取られた後に小内刈りで一本負けすると、その後は3位決定戦まで進んだが、暗に技ありで敗れて5位に終わり、メダルを獲得することができなかった。IJF 世界ランキングは6159ポイント、獲得で2位。ありがとうございます。